公園東口駅は大阪府水田市千里万博公園にある大阪モノレールサイト線の駅。駅番号は51。万博記念競技場の最寄り駅であるほか、日本庭園など万博記念公園内の一部施設についても当駅がよりアクセスに優れる。ガンバ大阪の本拠地である私立水田サッカースタジアムへも万博記念公園駅と比べても当駅からも、 所要時間に大差はなく、工述するが、車いす利用者には、駅から段差がなく万博記念公園内に入れることか、スイタスタジアム公式ホームページでも利用を推奨しておりもより駅としても機能している。当初の計画では、この駅の設置は盛り込まれていなかった。しかし、J リーグが発足し、万博記念競技場をホームグラウンドとするガンバ大阪の観戦客の輸送には、 万博記念公園駅からでは遠いと、当時の万博記念協会が強く、大阪府に働きかけた。結果、駅が整備されたが、駅と万博公園の東口ゲートや、記念競技場へのアプローチも、基本的に大阪府が負担するものとなった。島式ホーム一面二線を有する高架駅。改札、コンコースは2階、ホームは3階にある。改札口は1カ所のみ。 他客時に備えてか、コンコースは他の駅よりも福音が広く取られている。ただし他の多くの駅に見られるモノドリンクは設置されていない。万博記念公園や万博記念競技場へは2階にある改札口から階段を下ることなく同レベルで向かうことができる。本線の駅のような一般車が乗り入れ可能なロータリーは駅のすぐ前にはないが、 200メートルほど東方にバスロータリーがあり、万博記念競技場で大きな催しがない時は昼間、時間帯のみ一般車の一時乗り入れも可能である。2019年時の1日平均乗降人員は1538人で、大阪モノレールの駅の中では最も利用客が少ない駅である。ただし、万博記念競技場が J リーグガンバ大阪の本拠地だった頃は、 サッカーの試合が開催される日は多くの乗降客で賑わった。ガンバ大阪の本拠地が同じ万博記念公園内の私立スイタ、サッカースタジアムに移転後は万博記念公園駅が最寄り駅とアナウンスされているが、当駅からもスイタスタジアムまでの徒歩の所要時間は大きく違わないこと。また、前日の通り、駅から 万博記念公園内へは階段など段差がなく、同レベルで行けることから車いす利用者には、スタジアム側のホームページでも当駅の利用が推奨されている。試合開催時には、本線からの直通列車も運行される場合もあり、当駅の下記の乗客数の推移からも、ガンバの本拠地移転後も当駅の利用者は、減少していないことから、スイートスタジアムへの最寄利益の一つとして機能している。 ものと思われる。確年時の1日平均乗車、乗降人員の推移は、下表の通り。駅構造の項目でも、記載の通り、階段など、段差のないために車いす利用者には、万博記念公園駅よりも、公園東口駅の利用が推奨されている。日本庭園前停留所が、最寄りとなる。駅出口から、外周道路を北へ進む。ありがとうございます。